おい、カツラはええけど、帽子は取れよ。カツラはええけど、帽子は取れよ。ボンジュー、バレエチャンネルの総平です。今回はですね、主に受験生の人に向けて、国語と日本史と英語の3科目を、高3の時期に俺がどんな勉強してたかっていうのを今日はちょっと皆さんにお伝えしていこうかなと思います。っていうのもね、パルレチャンネル、今チャンネル登録者数180人ぐらいで、まだまだこれからっていう感じなんだけど、数少ない視聴者の方がコメントをくれて、なんかその人によると、なんか国語と英語と日本史でなんかどんな勉強してたのか教えてほしいみたいな、そういう質問みたいなのをもらったんで、せっかくだから答えていこうかなっていうふうに思います。俺自身3科目、国語と英語と日本史の3科目で受験を乗り切って同志社大学法学部法律学科を合格してるんで、まあ、参考になるなって思ったら参考にしてくれたらいいしっていう感じでやっていきたいかなと思います。あれ、秀夫はちょっとね、今日相方の秀夫は一旦ちょっと2軍で調整させて、また調子上がってきたら1軍に戻そうかなっていうふうに思って、あ、ごめん、阪神タイガースの佐藤輝明選手の話してた。とりあえず早速説明していきたいんだけど、前提として同志社大学のなんか一般入試を3科目で合格するには、だいたいどの科目も8割ぐらい平均必要って言われてて、俺の時はそう言われてたね。で、今回はちょっと俺が当時合格した時の成績どれぐらい取れてたのかっていうのをちょっと紹介していこうと思います。まず日本史、これ7割。で、日本史に関しては、数学との兼ね合いで、なんか点数調整されるみたいで、なんか最大1割下がるって、学校の先生にずっと言われてたから、だから日本史に関してはもう9割ぐらい取るのを目標にして、勉強しろみたいなのは言われてて。で、国語はこれ9割で、俺が一番得意な科目やったから、まあ、この点数になってて。で、英語8割。では、同志社は英語がすごい簡単らしいから、結構これは8割はもう定石みたいなところがあるっていう感じで、これが俺が合格した時の成績でした。はい、ということで、早速一つ目が、日本史なんですけど、日本史は俺のが通ってた学校は、最初ほんまに人類の始まり、人類の誕生から始まって戦後のところまでっていう範囲で、その日本史の範囲が一通り終わるのが確か高3の夏とかやってるな、7月とか8月とかそこら辺でなんか一旦範囲終わるから、その夏ぐらいからはひたすら問題演習、学校の過去問とかそういうのをやって対策っていう感じで、で同志社の日本史ってやっぱりほんまに知識芸みたいなところがあって、ちゃんと細かいところまで覚えとかないと高得点取れへんみたいな。で、日本史のうちの1割ぐらいは絶対知らんやんみたいな問題が出てくるから、まあ、そこは落としても仕方ないかなと思って、だから9割やね、やっぱり9割取るのを目標に頑張って問題演習とか過去問をこなしてたっていう感じで、俺は日本史の用語集っていうちっちゃいやつがあったから、それのなんか赤文字の部分はもう絶対覚えとくっていう、それを前提にして過去問とかで出てきたちょっとマニアックな黒文字のやつとか、こんなん知らんやんって思うけど、実際用語集で見たら結構なんか黒の太い字で書かれてたりとかしてるやつもあって、だからそういうのは次出たらもう絶対に落とさないっていう気持ちで頑張って覚えて対策してました。続いて2科目目、国語に入るんだけど、まあ、まず国語の、現代文の方から説明していくんだけど、国語に関しては本当に得意やって、俺はちっちゃい時からやっぱ本読んでたりとか、うちの親もなんか国語だけはできるみたいな家系やったから、まあ、そのアドバンテージはあったかなっていう。で、国語の現代文に関してはもうあれやね、やっぱりひたすら問題演習。学校が、その、問題集のテキストを指定してたんで、もうそれを強制的に買って、長文とか評論のやつをずっと問題演習して先生が解説してみたいなのを繰り返してましたね。で国語に関してはその語彙力がやっぱりないと話を理解するのが難しいっていうのを言われてたんで、その学校でこれも現代文単語っていう英語とかの単語帳の現代文版のなんか難しい単語を勉強できますよみたいな単語帳を買って、でそれで勉強してたっていう。で当時高3の時ってやっぱり受験のストレスがすごいあって、やっぱり友達同士と喋ってたのも頭おかしいから、現代文単語に出てきたなんか模倣図っていう単語がなんかちょっとエッチーなみたいなエッチーなみたいなっていう風になんか話し合ってたのを覚えてますね。これは俺のほんまに勉強法やねんけど、国語の現代文についてはなんか出てきた授業で扱った文章とかでなんかこの文章おもろいなっていうのあったらなんかそれをノート1ページぐらいにどんな話やったかみたいな、そのどういう流れでこの文章を書かれてたんかなみたいなのを自分でまとめたりとかしてました。これは本当に暇がある時だけっていう。でなんか学校の先生が言ってたのがその現代文をなんか自分でどんな話やったかっていうのを要約できたらその文章をもう完全に理解できてるっていうのだから、まあそれを目指して勉強しろみたいな風に言われてたから、そういう勉強してましたね。続いて国語の古典の分野やねんけど、古典に関しては本当に暗記科目って言われとって、その、言ったら文法、どういう文法が使われてるのかと、主にあとは、尊敬語とか係助詞とかそういうものの知識をちゃんと覚えといたらどんな文章でもある程度は読めるようになるって言われて、だからひたすらその文法の知識とかを入れ込んで、でこの時期はもう問題演習をひたすらやってたっていう感じですね。古典に関してはあともう一つそのやっぱり今の時代と時代がやっぱり違うと価値観とかそういう文化とかがやっぱり違ってくるから、そういう昔特有の文化ね、例えば手紙を送るとか好きな人に手紙を送る、今やったらもう LINE とかインスタの DM で済ますようなものは当時の時代やったら手紙とかになるから、そういう文化の違いを理解するためになんか古典常識っていうなんか名前を忘れてんけど、なんかそういう本があって、それを見ながら当時の人はこういう文化がありましたみたいな、そういう前提みたいな知識も蓄えておくと、その最初の問題文が出てきた時に次の文章は誰々が誰々ねみたいな段階でこういう風に発展していくんやなみたいなのが理解しやすくなるから、そういう意味でその古文常識、その時代の文化みたいなのもちゃんと理解するように勉強してましたね。でちょっと補足的な感じで国語はよく俺の周りにもおってんけど、国語ができるやつはやっぱ遺伝とか才能とかっていうなんか論争が常にあって。今それについてちょっと一言だけ俺がどう思ってるかっていうのをちょっと紹介しておくと、国語はそのやっぱりちっちゃい時から本読んでたりとか、あと親がもともと読む家系でその影響で自分も読んでましたみたいな人がなんか国語っていう科目を得意になりやすいのは事実やと思う俺は。でも国語の科目ってやっぱり問題になるとその自分の解き方がある程度は固まってくるし、俺もその高校に入って先生に言われた解き方をして国語の成績がもっと伸びたから、そういう意味では努力のやっぱり科目やと思う。これもちっちゃい時から本読んでたりするのはやっぱり有利には働くとは思うけど、でもだからといって国語努力しないでいいとは思わん、取ってほしいかなっていう。最後英語ね。英語に関しては俺ほんまに苦手でどうして過去問とか基本的にずっと練習しててんけど8割取れたことなくて、だからもう本番で8割取れたのが奇跡みたいな感じやったんけど、まあ、英語に関してはやっぱりこの時期はもうひたすら長文読解のなんか練習して早く解けるかみたいなのも練習したりとかしてたね。ロシアの英語の特徴としてはやっぱり簡単って言われるのは出てくる文が優しいから、出てくる文とか単語が割と優しいけど分量が多いみたいな特徴があるんで、やっぱり同志社の英語でみんなが取れるのはそこかなって、まあ、だから逆に英語で取りこぼさないように日頃から単語をね、長文読解とあとは単語をひたすらやってました。でこの同志社の英語の問題の単語特徴っていうのが、その単語帳の第2第3の意味が問われてたりするっていうのが個人的に多かったかなって思ってて、っていうのも英語の過去問とかずっと解いてる時に、俺は当時LEAPっていう英単語帳を使ってて、でそのLEAPの英単語帳の第1の意味の赤字やねんけど、その赤字のなんか1個下とか2個下に書かれてるような黒文字の意味が同志社の過去問とかでそのまま問われてたりとかしてたんで、だから俺はその長文読解を解きながらこの高3の時期はLEAPの黒字の部分まで覚えるように毎日やってましたね。英作文の一つコツとしてはなんか中学生の英語を使うっていう、中学生レベルの英語中学生レベルの英語で伝わる文章を作れみたいなのはずっと言われとって、まあ、だから中学生でも分かる文をちゃんと作れるようになったらもうそれだけで英作文の点数、まあ、満点は無理やけど8割9割はちゃんと取れるからっていうのは言われて、だからなるべく簡単な文章で作れるような練習はしてましたね。はい、ということで3科目何をやってたかっていうのを説明したんやけど、まあ、やっぱり基本的にはもうこの時期はひたすら問題演習を解いて自分に足りないところを見つけて直していくっていう。でまあもっと具体的な勉強方法とかはやっぱりその学校の先生とか予備校の先生とかによって違うと思うし、そっちの方がやっぱりプロなんでね、その人たちちゃんと教えてもらったらいいかなと思います。で、あれやな、やっぱり、ちょっと、相方おらな、一人でずっと喋ってるのしんどいな。